あー、こんにちは、マーティン、ダーナミヤクーバリ、ケングタケです。ケングタケの情報今日はですね、情報は、表計算、パソコン利用技術者検定2級の今日はお勉強したいと思います、マーティン。まず、表計算はいろいろあるけども、はい。セルですね、マス目、はい。覚えてください。ワードシート、まあ、データの入力を行う画面のことです、はい。セルは、まあ、マス目ですね、はい。列と行の番号。ですね、はい。まあポイントとしてはアイコン十字が型が太いやつが範囲指定、入力が i みたいな字、矢印右下の場合は行と列の指定、正の移動は細かい矢印こう表示出たやつ、ウィンドウサイズの変更はまあこういう棒みたいな矢印、はい、図グラフの移動先や行列幅変更表示再表示、はい、オートフィールは太い十字化ですね、はい。いろいろあるけど、オートサム、関数貼り付け、グラフ、ウィザード、並び替え、フィルターですね。はい。小順、高順に並べるのが並び替えですね。はい。標準ビューっていうのは、まあ、レイアウト、まあ、ファイルを新規で作成したときに表示する機能でございます。開ページ、プレビューは、まあ、印刷プレビューなどで確認したとき、用紙を収まるように調整する機能でございます。ページレイアウトは、まあ、データのレイアウトですね。つまり、印刷方法はまあいろいろあるけども覚えてください。データの入力とまあいろいろ自動的に数とか入ります。はい。プラスマイナスイコール先頭にいろいろ数式入力するんです。はい。まあアイコンもいろいろありますけどもやってみればわかると思います。掛け線もございます。格子まあいろいろあるけどね。はい。そーっとまあいろいろ、あとはシートの本もそうです。式はまあ算術演算式。例えば 40×3 たす15割る5は40こういう米印3プラス15斜め5っていう感じです。比較演算式まあこう矢印こういう感じのイコールこうイコール逆イコールこういう感じでございます。まあ関数ですがいろいろあるけど、起立的切り上げ、四捨五入。あとはまあさっと今日は言います。演習率とかいろいろ出るので、カウントとか、最大、最小、さらにはランク、順位、判定は if。あとは日付、行列検索。あとはまあ、抽出とか、二進数から十進数などいろいろあるけども、ちょっと覚えきれないので、ちょっと、ここは勉強しててください。グラフは円グラフ、棒グラフ、折れ線グラフ、とか、あとはレーダーチャットや積層グラフ、散布図。まあ、グラフの作成する際には挿入からグラフ、ですね、はい。まあ覚えることたくさんなので覚えてくださいませ。というわけで以上でございます。バイバーイ。